はい、今回も、新人層さんの一曲を紹介したいと思います。はい、お相手は D さんという方ですね。はい、韓国の、流星戦ですから、早碁ですね。はい、その一曲です。 はい、新さんはね、この後も語れまして、公式戦22連勝というね、すごい記録ですよね。はい またお相手がね、皆さん強い方ですから、相当な、実力ですよね。今一番勢いが乗ってる選手かなと思います。はい、この形もね、多いですね。はい、ここで開かずにこちらに打たれましたね。白もね、ちょっと継ぐかどうかね、こちらで受けたいようなとこですけど、まあ、これでこうやってね、満足するか。そうですね、白はこちらで、こちらも考えたいですよね。これだと羽が一応ね、打てますから、まあ、その分、ここ下羽が打てますけどね。どちらが良かったんでしょうか。やっぱここで手を抜くっていうのがもう独特な気がしますよね。実際このように打たれると大丈夫なんでしょうかね。まあこういうとこが効いていますので、切りとか打って、まあ大丈夫と踏んでますかね、切りが入れば。なるほど。ということで、なかなか取りに行けないと。でもそれでもこう打たれましたね。かけつぐかと思ったら、つけこすんですね。それから跳ねると。これやっぱり踏み込んでますよね、僕の読みよりね。はい、当然ながら。まあ、切ったらこうにして、こういう出とか、この切りをコウ材にしようっていうことですね。ここの当たりとかもコウ材になりそうですしね。これは当然コウにして、のぞきで。なるほど、のぞきのコウ材で。この時に白にいいコウ材がないんですね。で、のぞきにしましたけど、切りを決めてから、解消したと。で、伸び切って、これは黒がね、1本取った気がしますね。なるほど。この二段バネを見てたんですね。これは、やっぱりもう一気に黒打ちやすくなったんじゃないでしょうか。このあたり切りもちょっとね、壺に入った感じですね。これ切り離されちゃって。これ、ね、こちら助けたんですけど、そうするとこの3目が取られてしまうと。これはもう、この辺りで投げたい心境ですけどね。僕が白なら。あとは普通にね、打てば黒は良さそうですね。まあ、ここ荒らされましたけど、そんなに気にすることはないっていうような感じでしょうか。その分白は薄くなったんで。ここで投了となりましたね。これ踏み込みましたけど、やっぱり全体の白が薄くなって、やっぱりちょっと得できませんでしたね、白はね。この辺りの、ここで手を抜くっていうね、発想が黒素晴らしくて、一瞬にしてね、碁を決めましたね。じゃあそれでは、こんなところで、終わりにしたいと思います。それでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。